J1 浦和の元日本代表 DF 坂井宏樹34がオーストラリア一部 A リーグに来季から新規参入するオークランド FC ニュージーランドから獲得オファーを受けていることが13日分かった関係者によると完全移籍に向けた交渉は大詰めを迎えているシーズン途中に首相が移籍となれば極めて異例となる 酒井は2021年夏にフランス一部マルセイユから浦和に加入。不動の右サイドバックとして同年の天皇杯、昨年のアジアチャンピオンズリーグ、ACL で優勝に貢献した。今季は2年連続で首相に就任。4月に追った右膝の骨座賞から先月15日の京都戦で実戦復帰したが、その後はベンチスタートが続いている。 オークランド FC は今年3月に新設。24から25年から A リーグ23チーム目として新規参戦する。監督は0から1年に J1 広島でプレーした経験があり、昨季までシドニー FC を指揮したスティーブ・コリカ氏、51。新チームの中心選手として、W 杯3大会連続出場中と経験豊富なベテランに白羽の矢が立った。一方、 今回に移籍した場合は10から11月頃の A リーグ開幕まで3から4ヶ月の期間がある。また、同リーグはチーム総年俸の上限を定めるサラリーキャップ制を導入しており、各クラブで年俸制限を受けない例外選手、マーキープレイヤーとして契約するか、さらに浦和との現契約における違約金など、細部の交渉が残されている。坂井宏樹、坂井宏樹、 1990年4月12日、千葉県出身。34歳、柏の株組織を経て、2009年にトップチーム昇格。11年の J1 優勝に貢献。12年夏にハノーバー、ドイツ、16年夏にマルセイユ、フランス、へ完全移籍21年6月から浦和でプレー14年ブラジル、18年ロシア、 22年カタールと W 杯3大会でメンバー入り。A 代表通算74試合1得点、185センチ、78キロ、利き足は右。